男の子だからね、飛行機とか車とかそんなおもちゃが欲しかった。手に乗せられた箱はとても小さくて、中には木でできた小さな箱があった。満面の笑顔で俺を見ている親父、温かな空気を喜んでいたおふくろ。親父が小さな鍵を箱に差し込んで回した。蓋を開けた時の親父はドヤ顔全開だった。流れ出したメロディーは初めて聞く音色で、小さな妖精たちが奏でる歌のようだった。忘れてた頃に見つけて、失ったものが多すぎてすがるように手にした。蓋を開けてももう歌わないオルゴール、錆びついたゼンマイは俺の心のようで、呼びかけてももうそこにはいない二人、箱に入れた小さな写真俺に微笑みかけている。